入れるなんか一瞬入れるタイミングと、はい、シャトルの落下地点に早く入る。落下地点に行って打つ瞬間だけ打つ瞬間に握るっていうイメージ。こんにちは、モモチャンネルやっていきましょう。お願いします。やっぱね、みんなこうガシッてもう思いっきり掴んでもう全力っていうイメージでしょ。そんなね、力入れるなんか一瞬、力の入れるタイミングが重要。入れるタイミングと、はい、シャトルの落下地点に早く入る。あとそのシャトルの落下地点に入りながらの体重移動の中でどれだけパワーを貯めてられるか。今の分かんないな、ちょっと初心者には分かんない。俺の領域まで来ないと分かんないと思うけど、そこが大事かな。やっぱりこのシャトルの下まで行くのにこう神経使いすぎてもう弱くなっちゃう人いるから、しっかりこの体幹を持ってって行くのが大事だから。いや、いるよ、本当にスマッシュ特化してる人とか。そんな誰だ。あー、やっぱシングルスだとインドネシアのアンソニー・ギンティン、ギンティンかな。本当にじゃあパワーパワーなパワーっていうか、インパクトがすごいというか、タイミングとかもやっぱ上手いんですか。タイミングめっちゃ上手いね、振りもコンパクトだし、なんか日本人とは全然違うんだ。なんか違うんだろうね、何が違うのかなって思うけど、だ実際身長も変わんないし、走っても多分めちゃくちゃ速いわけでもないし、筋トレしてもそんな差はないと思うんだけど、何が違うんだろうなっていう感じだけど、そういうのも探りながら今やってる状態ですけど。これも真ん中からスタートなんですけど、落下地点にしっかり入って下がる。ここはもう全然力には入れない。落下地点に行って打つ瞬間だけこう打つ瞬間に握るっていうイメージ。みんなこうガーッて力入れてこう打っちゃうから、力みすぎてこの打点がこう変わっちゃったりうまく当たんなかったりするんですけど、もう落下地点はリラックスして入って打つ瞬間だけインパクトだけっていうイメージ。落下地点はリラックスして入って打つ瞬間だけインパクトだけ。インパクトだけ。一番悪い例はめっちゃ力入って打点が後ろになる。これちょっと後ろ、落下地点に早く入れずに打点がこう後ろになってしまうパターン、これが一番よくない。しっかり構えておいて落下地点入ってで力入りすぎてここで打ち終わっちゃうのもよくない。ここから行って前に少し出るような感じでしっかり入ってリラックスして次の動作にこうつなぎやすいから、そういうイメージかな。実際に球来たら絶対こうなるんですよ。なっちゃうね。伸びちゃうんですよ。下に叩きつける。この伸びちゃうのはなんか理由がある。でこれはあのさっき言った力入っちゃってるからこうバインってその前に伸びちゃってる感じですから、なんか力抜いて打つ瞬間だけキュンって上から下に突き上げる。あとこう力入ってたら打ち割りこうなっちゃうんだよ。当たる瞬間だけ。ああ当たる瞬間だけこう面をこう下に返せないです。
もっと叩きつけるですね。一瞬のインパクト。あ、そう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 。おお、いい感じ。いい感じですね。おお、あ、いいや。もうでも、この通り。で、教えてもらう。やばい。イメージ、イメージ、イメージ。こっち目から。おお、いい。おぉ、あれ引いて、おいい、めっちゃいい、え、めっちゃいい、いや、教えてもらった通りに引いて、で、最後こうピッチャーみたいな感じで振りかぶったらああいう感じになるわけね。普段やってるのはしっかり見て、しっかり見て、見る。でも先動いちゃうと本番で前に落とされる可能性もあるから、取って見る。でも先に動いたらそれいい球打つのは、それは誰でもできちゃうから、しっかり見てる。本番をイメージしながら来て瞬間に下がってしっかり打つ。見る。音違いますね。これインパクトだから。インパクト、うん、その音で、この一瞬だけやったらこういう風になる。こうな力んだものだとこういう音は出ない。あとここで落下していくまでに下からこう力を持っていくっていうか、シャトルをこのまま見上げちゃったらここで終わっちゃうから、しっかり真ん中で力溜めといて下からこう、極意です。めっちゃ教えちゃってるな、これ。上手くなっちゃう人多いね、これ。俺のライバル増えちゃうな。アンチの方来ますけど俺の見本を妨害しているからアンチの方来たの。